ねえねえ、何聞いてるのこんなに近くで呼んでも聞こえないのか。こうなったら、ぎゅー <laughs> びっくりしたさっきから呼んでるのに、全然返事してくれないから部屋入らせてもらったよ。別に何聞いてようが私は気にしないけど、私の声が聞こえないくらい、何かに没頭できるものを見つけたのかなって。 いやいや別に謝らなくていいよ全然怒ってないし私も君みたいに何か没頭できるもの見つけたいな君が羨ましいう <laughs> <laughs> んだって君は大好きな彼氏だもん君の知ることを否定なんてする気ないよそりゃ悪いことしてたら怒るけど 君はそんなことする子じゃないって分かってるし私は彼女として当たり前のことをしてるだけだよへえそんなの聞いてたんだあ罵倒されるのって私は苦手だからさするのもされるのもあまり好きではないんだよね君は罵倒されるの好きなのそうなんだまあ 別にいいんじゃないそんなの人の趣味だし、否定なんてしたらかわいそうでしょ君がそれに流されて、私を罵倒しないんだったら、別に聞いてても気にしないよ。えそうじゃない何か今の言葉に不満があっただとしたらごめんね。え今のは君に下げせんでほしかった。え、私、 人を蔑んだことないし、そんなのする気ないんだけど。それが君のやってほしいことなのそっか。ん、うん。わかった。やってみる。えっと。彼氏君の、ば、ばあか。ばあかばーか。ばーかばーか なに何笑ってるのだってほんとにやったことないんだもん思いつく言葉なんてこれぐらいしかないよえなにこれなんかいろんな言葉が書いてあるこれを組み合わせて君をさげすんだらいいの感情を込めてね分かった 私に罵倒されたいなんてあなたは変態なのかしらしかも私に隠れてこんな罵倒されるのを聞いちゃって正直言って気持ち悪いなんで私があなたみたいな変態と付き合わないといけないのかしらあなたを好きになった私がバカだったわ ほら、なんとか言ったらどうなのこの変態クソ野郎。あ,あ、えっと、本当はこんなこと思ってないからね。怒らないで。あれなんかすっごい笑顔。そんなに罵倒されて気持ちよかったの <laughs> なんか、恥ずかしいね。えこれからもたまにお願いしたい 私、苦手って言ってるじゃんもう彼氏くんのバカでも君のお願いだもんね分かった君に喜んでもらうために練習しとここんなことするの君だけにだからねはあ、なんか一気に疲れた ああ、そうだった。ご飯できたよって呼びに来たんだよ。もう冷めちゃっただろうし、温め直してくるね。早く来てね、彼氏くん。いや。変態。バカ彼氏くんえへへ。<laughs>